よみがえる神話オオカミ実況プレイ。皆さんこんにちは、はラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。今回はあの卑弥呼姉のね弔いができるというコメントをいただいたので、和田摘さんの次にね行きたいと思います。次にまあいいや、うん、行きたいと思います。でその前にですね、ちょっとあの見ていただきたいものがありまして、まあ、別に報告することのほどでん？ほどのことでもないんですが、あのこのプレイ時間見てわかるように少しサブイベントをこなしてきました。簡単に説明しますと、スリの早蔵に会って釣りをしてカジキマグロをさばいてもらって、風神様に会って、服屋さんというか、まあ、その人に会っておじいちゃんの病気治るようにして、あとは五重の塔みたいなとこに登ったり、あとはね前に行ったと思うんですけど、なんか音徳隊の人がなんか仮面すられたから取り戻してほしいなみたいなことを言ってましたので、それを返してあげました。でね、それでちょっとあのなんだっけ気になることっていうか、その取り戻してくれたら牛若さんの秘密を教えてあげるよっていうのをね聞いてたのをすっかり忘れてしまいまして、でサブイベでもうこなしてしまったので、まあちょっとしか聞けないんですが、まあ一応ね行きたいと思います。あー口頭で説明しちゃおっかな、どうしよっかな、冒頭で説明しちゃってもいいですかね。まあ、その辺はご自分で買っていただいて詳しく知りたい人はもう本当楽しいのでオオカミおすすめです。でその秘密と言いますのが、音徳隊は確か200年ぐらいかな続いてる隊でありまして、そんでその隊長の名前とかが残ってるんですね、まあ、前々からのっていう、多分名前がみんな残ってるんでしょうね。でその書物を見る限り、隊長の名前のとこに牛若さんの名前しかないらしいです。イコール隊長は200年の間ずっと隊長を続けているのかっていうのをね、あの仮面を渡した人阿部野さんだったかなが言っておりました。この辺は私もちょっとね、まあ、初見なんで半分以上初見なんで、うん、ちょっと分かりませんがね、ちょっと気になりますね牛若さんもね。ということで卑弥呼姉のいた部屋に行けばいいんでしょうか。いるかな、うん、てかね西安教はねサブイベントがものすごい多いですね。なんかなんかめっちゃ時間かかった。で、あ、はぐれ玉ね、はい、なんかすごい神々しい箱に入ってたけど、あれいないな。じゃあ外をもうちょっと探してみましょうかね。多分あのサブイベの話に戻るんですけど、だいぶ前に妖怪面相書きみたいのをもらってでそれすらまだ私はこなしていないので、相当な数残っているんじゃなかろうかと思うんですが、あ、こっちかな。こんにちは、卑弥呼の次女さんね。おーこれはアマテラス様、この度のご尽力感謝の言葉もございませぬ。あれに見えまするは我が主君卑弥呼様の墓標、貴殿にお参りいただければ卑弥呼様も安らかに天へと帰ることができましょう。どうぞ卑弥呼様の墓標にご神水を注ぎ御霊を弔ってやってくださいまし。ということでお水を、ああ墓標だね、ってかお墓のとこにあるよねこういうの。 BGM が神々しい。あれこっから入れるんじゃないの、墓標、
どれが墓標？これでいいの？違う、あの4つの全部か。ちょっと黒ずんじゃってるね。あ、綺麗になってく。よいしょ。あともう一個。うるおい？あ、ぬれ神様。あれ、前回お会いしませんでしたっけ？ねえ、やっほー。じゃあまた、ねえ、すぐお会いできると思ってなかったんでちょっとびっくりしましたが、お、我らがズボアマテラスおみかみ、おもとより離れしおりに我が力弱り果てぬるが、非業の死遂げたる命を弔いたもう、おもとの志に我目覚めに、この濡れ髪彼女の涙を斧が力とし、世を潤す慈愛の敬意を御前に捧げたてまつらん。敬意、なんとも神々しい感じだね。水郷の眠っていたら、ちょっと待って、眠っていたらってなんだ。眠っていた力、敬意、恵みの雨だね。雨を降らせるんでしょうか。その力なら聞いたことがあるぜ。確か水郷の神様、濡れ髪の紋所をさらっと書くだけで自在に雨を降らせることができるってやつだ。その紋所どんな形だったっけ。とにかくここでそんな力に目覚めるなんて、やっぱり卑弥呼ね、今でもオイラたちを見守ってくれてるんだ。うわー、びっくりした。卑弥呼さん、やっぱ悲しいね、いい人たちが行ってしまうのは。水郷の奥義書見てみましょうか。その紋所とやらもちょっと分かりかねますので、はい、あ、そうそうそう、でこの疾風の奥義書で、前回じゃない、全然前回じゃない、動画には残していませんが、あのあれをサブイベをこなしました。はい、水郷の筆技を持って滴り落ちる水のごとき奇跡を描くとき、その奇跡たちまち経由となり、悪しき者を水の制裁にて足止めするじゃろう。小さき印は墨を3つ消費するが、にわか雨のごとく短くしか降らぬ。中ほどの印は墨を6つ消費し、もう少し長き時間降り続ける。大きい印は墨を9つ消費し、さらに長き時間降らせ続けることができるのじゃ。溢れんばかりの慈しみの雨で、悪しき気を払うのじゃ。なんとも、卑弥呼ねらしい感じがするね。あれは、大文字焼きみたいな。あれだね。あれあれ言い過ぎだろ今日。いや、まだね。よし、じゃあ、そうだね。これでとりあえず私がやりたかったことは終えたので、もう北に向かっちゃってもいいかなと思います。で、水郷の力を使ってみたいと思います。これでだいぶ移動がね、楽になるんで。どこだったかな、こっちだったかな、ここですね。よし、じゃあちょ初水飛び行きましょうよ。ちょっと丸っぽかったけど、でここに飛び込みます。飛び込めてなかったけど、じゃあもう早速北の方、一番北っていうか、うん、信州平原に行きたいと思います。だいぶ久しぶりですが、実はね、一回サブイベをもっとこなそうかと思ってこっちの方に飛んできたんですが、ちょっとやめました。この天気といい、なんか進みそうだったので、いや、わかんないけどね。ちょっとやめておきました。だいぶ久しぶりに帰ってきた信州平原なのに、ちょっとこの雰囲気怖いな。よ、やっぱ北の方からなんかそういう陽気的なのが流れてきてるんでしょうか。よいしょ、あの建物みたいなやつかな。お、
こいつは大昔からここに立ってるんだが、何に使われてたものなのかは誰も知らねえ。中津国にはこんな風にいつ誰が何のために作ったのかわからないものがたくさんあるんだ。まあみんな生きるのに必死で気にも留めてないだけだろうけどなそうなんだ。からくりっぽいけど、あー登れない。この辺から行けるんじゃないかな。これさ、あ、宝箱めっけ。よいしょ。水晶。これなんか、雷っぽくない？なんかさ、鬼ヶ島にもこういう仕掛けみたいのあったよね。ぽいし、雷鳴ってるし、ちょっとカメラワークが。ぽい、来た。よいしょ。おーぽい、当てだっぽいよ。ふう、なんだなんだ。根っこ、あ、なんか入り口が、入り口どこ入り口どこ。あ、ここか、ね、久しぶりにさ、神木村とかにも寄りたいんですけど、うわっと、あ、まあ、この穴がどこへ通じてるか知ってるのか。知らないですね。九尾の野郎の体から怨念のような煙が立ち上ったが、この穴はあの煙が飛んでった北の国へ通じる地下道なんだぜ。あ、じゃあ知ってたのこのこと。さっきから不気味な雷が鳴ってやがるしよ、おいらなんか嫌な予感がするぜ。うわ、でも行くんだでも行くんだ。まあ目的はそこだったからいいけど、またサブイベはサブイベ会としてやるか、もしくは生配信とかできたらいいなとかは思っておりますがね。まあ何分無計画ですのでどうなるかは分かりませんが。長いね。うわ、なんか霧っぽい。霧 BGM いいね。落ち着くってか、なんか狼のあれ BGM って結構神々しいの多いよねやっぱり。あ、ちょっと広いところに出た。カムイ、寒そう。そういえば最近雪すごかったらしいですね。大丈夫ですか皆さん寒いよね。ひゃー、さささ寒いだよね。ここ、こりゃ一体どういうわけだい。いくらここが北極じゃない、極北、北極、北極全然違うとこよ。極北の国カムイだって言ってもここまで吹雪が吹きすさんじゃいなかったぜ。やっぱそういう陽気の影響があるのかな。あー、まこ、おいらちょっとケモジャの奥深くに潜るから、早いとここの猛吹雪をしのげそうなところを探してくれよ。わかったけども、どうすれば。うーわ、たたり場久しぶりに見たね。やっぱ怖いね、なんか雰囲気がすごいよ。これ何、掘れるとかではない。あ、鏡があるということはこれで切り飛びでいつでも来られますね。あ、ちょ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 、あ、雪の音がすごい。そして綺麗だ、このパサーっていう雪の結晶が舞う感じ。うわー、好きかも、めっちゃ好き。なんか建物あったね。ここで出てくんのかーい。生ハゲ生ハゲとかさ、実際悪い子はいねえかーってさ、実際人がやってるのはわかるけどさ、生ハゲ見てこのビジュアルとかできたら怖いよね。どんどん行くよー。あー、だだだだ、私は攻撃の、なんかいっぱいいるぞ。こんないっぱいいんの。あ、無駄だって。こういう時は手加玉がすごーく役に立つのを私は知ってる。あー、ちょっと、うわわわわわわわ、このなぎなたみたいのを飛ばしてくるやつはめんどくさいな。あ、でも倒したっぽい。あ、倒せない。跳ねるな跳ねるな。
餌食となりなさい。オッケー、よし、倒しましたが、ナマハゲ軍隊を倒しました。お、神だ、やったね。あの家入っていいかな。とりあえず寒さをしのげそうではあるが、こっちめっちゃ寒そう、やばい。吹雪がこっから来てるようなもんじゃない。もう向こうにも行けそうだね。ですが、まあまず目の前に家があるので上がり込みましょう。ずずしくも、お、ふぃー、火だ。ここならなんとか凍えずに済みそうだい。ってことはさ、誰か住んでるってことだよね。お、なんだ、お、何人だよね。え、ちょっと待って、なんだい突然。てめえ、火に当たるくらいいいじゃねえかよまあでも何の断りもなしに火だ火だとか言ってきてもなんか不審者だよねなに怖い。ちょっと、お前は知り合い。ちょっと待って待って、ストップ、タンマ、タイム、ちょっと待って、そのジリジリ来る感じ、あーかっこいい、あまこかっこいいよ。すごい強そうだねこの人。ん、こっちへ来いみたいな。あまこ、今の野郎見たか。あの道化た仮面のことじゃねえ。やつが持ってた剣、ありゃとんでもない技物だ。そんな有名なやつなのかな。まさかとは思うけど、妖刀とかではないよねなんかめっちゃ怒られそうだけど、中のものを破壊してしまったやばいやばい、絶対あの人に怒られる。ずっとその格好で待ってたのか。やろう、本気でかかってくる気だぜ。BGM いいな、やっぱり。何、炎が起きくるみだって。起きくるみ、何、すごい遠吠えが。でもさ、なんか火が灯ったってことは火を使えってこと。ちょっと待ってね、何その剣。あ、火がすごいっぽい。火じゃない。お、無駄だって。なんだと、それは聞いてないぞよ。なんでだ。あ、でも攻撃は通るよ。あ、危ないよ。月が来るね。ちょっと待って、効率界なのかな、やっぱこういうとこに住んでるから。よ、ちょ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 、いた、あ、分かった、これを溶かせってことじゃない。ちょ、邪魔です。どんどん攻撃、お、よしさ、攻撃防げるぞ。あ、ちょちょ、それダメ。あー、もうわわ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 わやめてー。でもこのまま攻撃が通るのはありがたいよ。っとい、危ねー。割と避けられない攻撃ではないな。さ、よいしょ。でも多分、うわ、たこれは神とはいかなさそうだぞ。あー、それやだよー普通の、なんていうの、通常攻撃みたいなんでもダメなんか。よいしょー。これさ、KO とかできるのかな。やってみましょう。こう、あ、できたー。ちょっと待って、それは嫌だってば。あ、でもやっぱちょっと今のはちっちゃかったから短いね。でもいろんな場面で使えそうです。あともうちょい、ちょっと待って、それは、それは嫌だ。
そうだ、強いぞ。強いってか私が下手なんかもしれないけど、多分もっと、あ、太陽気みたいの、太陽気みたいの落とした。それやだな。よし、あともうちょいなんだよ、あともうちょいなんだよ、そっちじゃないんだよ。よっ、いった。もうなかなか避けづらい攻撃をしてくれるじゃないか。お、え、かっこいい狼。あ、ちょっと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 待って、なんだ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 、ちょっと聞いてない。使えるか。人の形をしていたっけと思う。本当はこっちの姿なの。動きが早い、動きが早い。あ、待って、動きが早い。攻撃通ってる、これ。ちょ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 、人型の時より、あ、ちょちょめっちゃ強くなってる。やばいな、ちょっと見えない、この派手なさ。あ、たたたた、やばい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 。なんていうの、エフェクトが見づらーい。おっと、危ねえ。よいしょー、全然効いてる気がしないんだけども、こういう時は手固まーよ、くらえ。無駄、これは通常攻撃みたいなのを倒すしかないってことか。よっ、避けつつみたいな。あ、今今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 ちょっと待って、その多勢に無勢はひどくない。あ、ちょ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 、あ、でも待って、今攻撃すべき。あはははははは、太陽気みたいな、太陽気みたいな、やばい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 。ちょっと待って、これさ、九尾戦より難しいんだけど、私的に辛いぞこれ。やだやだやだ、痛いよ。この分身消せんのかな、とか。あ、いけるっぽい。あたたたた、欲しい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 。いや、強いなお前、おきくるみさん強いですね、あなた。あ、ちょっと待って、あたたた、邪魔邪魔。よいしょ、あたたた、お、マジ勘弁して、ちょっと勘弁して。あたたた、待て待て待て、死んじゃ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 、焦るこれ。欲しいよ。無駄なのか、無駄なのか、難しい、この人難しい、すごく。ほで、これで攻撃通るでしょ。で、あとは君なんだよ、本体なんだよ。ちょっと待って、よいしょよいしょ、今効く？効かないってなると、もうどんどん攻撃するしかない。おい、今距離を取ってれば、そうでもないわけでもない。いけ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 、ゴリ寄せゴリ寄せ、得意だろ得意だろ、アマコ私のパートナーだもんね。いけるでしょ。あ、今いい、今今今今、あ、なんだ、え、倒した待って、ちょっと最後の一撃よく分かんなかったんだけど、かっこいい。人に化けられる何者なのか、何者かなのか、何者、違う、獣に化けれる人なのかよく分かんないけど、おきくるみさんね、やるな、白いの。俺の名はおきくるみ、見ての通り、オイナ族の戦士だ。オイナ族というのがちょっとわかんないんですが、かっこいいですね。オイナ族の戦士、オキクルミ。お前は見たところ我々一族とは違うようだが、ただの狼でもなさそうだな。まずは名前を教えてもらおうか。
こいつはアマテラス中津国の狼様だい。ちょっと和む BGM だね。これはおきくるみさんのテーマなのか何なのかそれよりお前危ない真似しやがって、どういうつもりでこの剣を振り回してやがんだい。コロポックル宿しコロポックルっていうの違うよね、イッスン。あれ知り合い、うん、お前イッスンか。このところしばらく見ないと思ったら、狼に乗ってぶらり旅とはいい気なものだ。1年前絵を描くのに嫌気がさしてこの国から逃げ出したと聞いたが、あ、ってことはイッスンはカムイから来たってこと、だからあそこの抜け道みたいのを知ってたってことなのかな。結局未練があって舞い戻ってきたというわけか。何100年前にヤマタノオロチを倒した英雄でも気取っているのか知らんが、その様伝説の白縫いと豆剣士の二人組のつもりなら笑わせるぞ。待って、白縫いにも豆剣士みたいのついてたの、イスみたいな。そんなことはどうだっていいだろう。だいたいどうしてその剣をお前が持ってやがんだい。それはこの剣を使う時が来たからだ。決戦みたいな、そういう感じ。なんだと。知っての通りこのカムイは吹雪と氷の厳しい自然に覆われた国、その上手強いケムラムっていうんだ、友がうじゃうじゃうろついている。それでも我々老稲族が今日まで生きてこれたのは、神の創山エゾフジがこのカムイを見守ってくれていたからだ。しかし我々の命を育む母なるエゾフジが、カタカナ読みづらいな、あの魔人どもによって乗っ取られてしまったのだ。もしかしてなんだっけ、常闇のスメラギだっけ。あ、違った、双子の魔人モシレ地区とコタネ地区、難しいな。奴らはエゾフジの頂上に封印されていたはずだった。だがある日突然目を覚ますと、強大な魔力でこのカムイを襲い始めたのだ。ってことは常闇のスメラギっていうのもまだいるけど、このなんとかなんちゃらがなんか2体まだいるってことだね、敵が。吹きつける吹雪は勢いを増し、カムイの大地はぬくもりを失って凍てつく地獄へと変貌してしまった。あの魔人どもが蘇ったのか。魔人どもに襲われ、すでに多くの仲間が命を落とした。やつらまるで何かを探すかのように辺りをさまよい、ただ無差別に老稲族の仲間たちを殺して回ったのだ。大地が正気を失い、神の恵みである宇宙が滅びれば、カムイは本当に人の住めない国になってしまう。それを阻止するために剣を握ったということですか。早くこの手で奴らを倒さなければ、倒さねば。村のみんなはどうしてるんだ。村があるんだね。みんなエゾフジから押し寄せる霊気に耐えているところだろう。何せエゾフジの麓で魔人どもの吹雪をもろに受けているのだからな。何あのトーテンポールみたいなやつ、絶対違うけどさあのままでは村が氷漬けになるのも時間の問題だ。あの村が氷漬けだって。そんなバカな、それじゃお前国の守り神の宝剣をこんなところに持ってきちまっていいのかよ。言ったはずだ、この剣を使う時が来たと。お前もこのカムイに伝わる救世の予言は知っているだろう。クトネシリカが青に黄色に輝く時、氷壁は砕かれ天への道は開かれん。クトネシリカっていうのがその剣のことですか。
その予言の通り、この宝剣が青に黄色の光を宿せば村に押し寄せる吹雪を打ち払うなど、赤子の手をひねるも同然。宝剣が青に火の光を、青に火ってどんな色なんだろうね。まあその名の通り青っぽい感じなんでしょうけど、だがこのクトネシリカ、目覚めるにはまだケムラムドのどうもの血を吸い足りないらしい。ちょっと妖剣、妖剣、妖剣なんて言うんだっけこういうの、忘れちゃっただからこいつが光を宿すまで、妖刀だ、妖剣じゃ、妖剣じゃないよ、妖刀だよ、妖刀、妖刀っぽい感じだよね、血を吸って輝くみたいな。俺はケムラムドも切り続ける。ちょっと待って、また戦うの？あ、違うっぽいですよねー。お、どうやら吹雪も少しは収まったようだな。魔人どもが吹かせるあの猛吹雪、次はいつ来るか知れん。今のうちに村にでも逃げ込んだらどうだ。おいおきくるみ、その宝剣、あの村長のじじいがよく持ち出しを許したな。俺は昔ちょっと触っただけで叩き落とされたぜ結構アグレッシブなのね。言ったはずだ、この剣を使う時が来たと。うん、それ聞いたね、さっきの予言でしょ。はい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 、はい、じゃあちょっとその町に行けるか。だってめっちゃたたりばってるたたりばってるってなんだ、たたり場があるけどさ、村には行けるのか。おと誰か、ちょなんだ、あ夜か、誰かいるけど、ここが村なのかな。ああ、この人知ってるよ、リンゴのお兄さんでしょ、ヨイチさん、そうだそうだ。おっとワンちゃん、またあったな。あんたもしかして大弓使いのリンゴ兄さん。そう、リンゴ兄さん、この猛吹雪の中で一体何をやってんだい。いや実はな、俺あれから弓の腕を磨く旅をして分かったんだが、どうやら俺の弓は災いを招くようなんだ。なんで？それで他人に迷惑のかからないところへ行こうとするうちに、流れ流れてこんな北国にたどり着いたってわけよ。まあんちゃんもこれ食ってゆっくりしてきなよ。ありがとうリンゴ、ありがとうリンゴって言うのもおかしいけど、あんたこの吹雪の中にいて平気なのかよタマちゃんって呼ばれてたっけ。おいおいタマちゃん、俺は舐めるんじゃないぜ。弓道の極意はうろりの離れ。うろりって何？ことをなすは人生すべてに通じるんだ。要するに矢を射てるときには寒いも暑いもねえってことなんだが、ちょっと難しい話をしちまったかな。うん、そうかもしんないありがとう、もうお腹いっぱいだよ、ありがとう。でも北国のリンゴってか美味しいらしいね、美味しいらしいってか美味しいよね、実際ね。リンゴ大好き、ありがとうリンゴ兄さん。ここ入ってみようか。ここ入っ、なんか的っぽいのが打ってあったけど、打ってあった、飾ってあったね。あれ花火、花火師さんでもついてじゃない、住んでいるのか、そういうわけでもない。あ、なんだ、的の練習台のど真ん中に矢が突き刺さってら、こいつはなかなかの腕前だぜ。いや何もこんな家の中でやらなくてもさ、めっちゃ打ってあんじゃん。てかこの矢でかくない？すごいな。ちょ出たい出たい。洋一さんの家なのかな、出身がこことかで、そういうわけではないよねきっと。ちょっと長くなっちゃいそうなので、多分もう長いですが、リンゴ兄さんの隣で今回は終えたいと思います。はい、では今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。次回も見てくださると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。